ということで、久しぶりに飲みましたね。こういうのね、いいよね。貸し切りだよ。貸し切りだよ。第4って言ったんですよ。できれば後ろに乗せてほしかったけど、そうですね。なんか前に、俺別にその電車フェチじゃないから、その運転してんの見たことない。一人ジジイは休んでるし。いい景色ですね。いいとこだね。はい。いいお父さんたちが運転してくれてるから。いや、切り替えすぎです。急に舵を切ってみたよ。第一のワンパクが何が見つかるのかな？レッツゴー！ワンパク。あれどうなんですかね？ワンパクランド、この、一回降りちゃったら、そっからもまた通るんですか、それとも、ま、これを待つっていう感じですね。ワンパク号、はい、ワクワク号で、ワクワク号、これはね、片道300円、今登ってるけど、降りたらまた300円払わない。あー、そういうことですか。そうで、向こうで5分ぐらい停車してまた転ぶ。ジジイたちと乗るってことだね。そういうことですね。うん、ジジイたちと、いいおじちゃんとしか、ああいうやつをちゃんとね、こう中に入れてほしいよね。こうワンパク心がなくなっちゃう。出てますよ。鼻が赤くなる。内臓が悪いやつ。そうなんですよ。日本酒を立て続けに飲んでおる。ああやばい。すっげー。すっげえ流れよ、ほら。あ、こっち撮ってて、撮ってね、はい、おー、すごい。おこれが世に言う、あの小田原の合戦があった小田原城だね。小田原城アドベンチャー停留所に到着いたします。はい、降りの方は手を挙げてお知らせください。これワクワクしてますか。今ドキドキしてきた。あ、これあれじゃないですか、ソリで撮ったり、あ、滑ったりする感じですね。草スキーだね。はい、わんぱくの森。うわー、いいですね、家族も。いいですね。あれは持ってきたの？はい、パンフレットはない方が楽しいかなと。ワクワク、ワクワクの旅。いやでもすごくないですかこれ。ここはなんか、いいですね、なんか弁当広場。はい、お弁当をね、食べたり犬が糞をするところ。ちょっとやめてください。ほぼ終点かな。そろそろ、すいません、はい、ここはもう降りられないですもんね。はい、降りられないですもんね。もうすぐ、あ、もうすぐ停止です。ありがとうございました。終わった。まもなく終点の冒険の丘駅に到着いたします。冒険の丘駅。出口は右側になります。降りの際は落とし物、お忘れ物をなさいませぬようご注意願います。はい。みんな忘れ物をしないようにね。あ、また音楽が。
ありがとうございました。こちらも行きますね。はい、気をつけてほしいです。はい、ありがとうございます。ああ、どうした、どうした。え、忘れ物します。あ、取って。忘れ物しちゃダメだよ。じゃあ行きましょう。ありがとうございます。さあ、というわけで、ついた。一番ダメなやつ。本気の忘れ物です。財布忘れちゃいました。ありがとうございます。乗り物に乗れなくなっちゃう。すみません、ローラー滑り台ってどっちから行ったら近いですかね。はい。ちょっと行くと、あの左に乗ってく階段ありますね。はい。ありがとうございます。レッツワンパクゴーいやもうフォロワー5000万人いるからね。流す時にはですか、流す時にはもうとんでもない急、もう相当急上昇になってます。急上昇だ。みんなほら、はい、こちらデブには結構きついね。全部過酷ルートだから。しかもマスクもしてくる。そうですね。もう取ろう、周りに人いないから。ここ登んなきゃいけない。でも、ね、僕らはワンパクゴーゴー。まだ決まってない。よし、走って登るぞ。いやーゴー。うわー、よっしゃ、一体何か。まだ宿決まってないで、風呂入れるとか言ってないところだ。大丈夫ですか。ワンパク、ワンパク、ワンパク。じゃあ行きましょう。ちょっと、あれ、鼻っかい。絶賛臓器やばい、やばい中ですよこれ。あれやろ、横地のあれみたい。あ、12歳までだ。ダメだ。どうした、ワンパク2号。ちょっと運動不足ですね。よし、じゃあ行く。はい、滑り台、あ、取って、滑り台。あそこの上まで、レッツゴー。いやいや、マジっすか、マジっすか。見て見て見て、ほらすごいいい風景。うわー、でもいいですね。いいですね。はい、森林浴。大丈夫ですか。すっごい危ないですよこれ。死にかけました。今危なかったです。あ、もう行くよ、もう行くよ、もう行く、もう行く、行く、行く、もう止まんない。はい、うわー、やばい、これやばい、やばい。なんだこれ、やばいっすね。うわー、うわー、うわー。僕らワンパク一本まだ決まってません。いや、ケツが熱いよ。熱い。大丈夫？よかったです。ケツがあのなってるんじゃない？美味しそうな匂いになってるんじゃない？いやいや、今回は焼けてないです。あ、そっか。残念だな。
三千頭身の後藤さんでお願いします。届いてますか？聞こえません。あ、本当はいるいる、ハチが。ハチですか？うん、はい、来た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 。手振って手振って手振って。止めたらダメ、止めたらダメ。撮影してますので、あちら側に行かれて手を振られても、全部車体で映っておりません。すいません。ワンパクでした。ちょっと罰ゲーム決定ですね。見た子供がね、はい、子供が手振って楽しそうに振ってた。そうですよ。ピンクの服着た子じゃなかったですか？はい、いや、よかったですね。それが可能になる場所っていう。そうですね。はい。その知らない子供たちも楽しく気を許すような場所ですね。はい、ちょっとここでワンパクさをアピールして。あ、本当ですか？すいません。すいません。無料もう無あ。わんぱくわんぱくわんぱくだな。育ったのはお父さんお母さんはお喜びだ。あうおおおおおおおすごい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 。おわーじゃあ走って戻ってきたわんぱくわんぱく。それぐらい童心に帰らせてくれる場所。そうだよね。はい、ちょっと、俺もワンパクなれんのかな。やれますそれ。芝生に入ってからすごい急に元気になったよね。そうなんですよ。これ全然違いますよ。そっから、そっから先と、はい。こう踏み入れたら？はい、全然違います。そんなことある？あ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ダメです。ダメなのが映りそうです。ちょっと戻ってきてください。あ、ちょっとダメです。ちょっと絶対ダメです。一気に使えなくなりましたよ。変な感じで編集されるものなんですけど。どうですか？ワンパクボーイ。いや、やっぱすごいですね。危ないな、ここは芝入って。ここ危ないですよ。陰毛と芝が入れ替わるかと思う。それは良くないです。もうこの乾燥を入れた時点でもう使えないですか、ここ。みんなもう、万博公園ぜひ来ようね。すごいよ、本当に。ビッグラポンだから。昭和の子供ですか？次の、イリュージョンで行ってみよう。ワンパクとは、たまには己を鍛える、これがワンパクなんですよ。間違いないです。ワンパク2号さん、はい、今日はね、こちらに挑戦していただきましょう。バン、ズドドドン、ズドン、ズドン、ブリ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 、忍者ですということで、忍者の試練チャレンジコース。さあ、この綱渡り的なのを今回やるのはわんぱく2号さんですよ。じゃあ行ってみましょう。行ってみよう。己を鍛えて忍ぶべし。はい、どうぞ。落ちたら罰金1万円です。ないですよ。行った。そして、おー、危ない危ない危ない、倒れそうなんだ。さあ行きます。
か使えません。嘘だろ、足ひねっちゃうよそれ。体重何キロなんだっけ、ワンパク2号。96キロです。うん、お、あ、ピンと合ってる。ダメだなぁ。8、あいたあいた、あいたあいた、こうやってあいたあいた、あいたあいたあいた、あいたあいた、あいたあいた、痛い痛い痛い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 、痛い、ちょっと思ってたのと違うんですけど。そんな後は手洗いだよ。ほら、あー、いい、あー、遊びでやれるよ、書いてる。グッド。来ちゃうね、CM 来ちゃう。おいしいね、ラブスポ。楽しいね、ラブスポ。おいしいぞ。おいしいね。よし。よし、もう終わりだぞ。終わり。